みんな基本ね人の髪色マジで気づかないから、むずい。だって私たちそんな変わんないもん、いつも大幅に変えないじゃん。いやヒジリのですら気づかんよ。ああそれはちょっとやばいよ、ね、ヒジリの結構変わるじゃん。こんばんは、たちゃんありがとうございます。たちゃんさんありがとうございます。それでも気づかないのよ。こんばんは、ごめんなさい、金属も苦手なし。ソーリー、もう ASMR じゃないんで。うん、この時間にもんじゃ食べるよ。うん、そうだよ、いいじゃないか。あ、お名前がないクロミちゃんの人ありがとうございます。そう、皆さんさっき私も引用リツイートしたんですけど、あの FM 大分さんの、アカウントフォローと、あとその投稿をリツイートリポストしたら、なんと会場に大分のイベント来てくださった方抽選でクリスマスプレゼントを贈呈いたします。キャー、私も後でするね、インリツ。はい、なのでぜひインスお楽しみに。インポスか。そうです、さすがにちょっと来れないともらえないんですけど。ななみありがとうございます。もんじゃするな、金属音が嫌な人はごめんなさい、我慢するか音を消してください。待って、わっちゃう、わーわー、もんじゃ焼きを飛んでる、それは避けられません。ありがとうございます、ありがとうございます、お前も味わえこの灼熱の炎を。プリキュアで笑うという灼熱の炎みたいな、ヤシの木の緑の大地、ヤシのミニト。アクアに似とったね、あの人。青き地点がすごい。うわー、アクア。え、何、今日はレモネードは弾けるレモンの香り。え、キュアドリームはなんだっけ、キュアドリーム、なんだっけ、キュアドリーム、安らぎのそれ、ミントミントミントしてるの、しかもちょっと恋をするのやめて。え、あの、わかった、大いなる、あー、キャリー、え、あの、なんだっけ、リーム、キュア、ミルク、ミルク、なんだ、ミルキーローズは、ミルキーローズ覚えてないよ。そもそもその前にレッド思い出してあげたい。なんだっけ、食われてた、灼熱じゃない、違う違う違う、なんだっけ、人生のサンシャインみたいな、なんだっけ、サンシャインみたいな目じゃなかった、キュア、なんだろう、曲げたてフレッシュ、これは大好き、それなんか聞いたことある、フレッシュ、プレキュア、曲げたてフレッシュ、曲げたてフレッシュでも見てないんだよ。あのパインだったら、ブルーベリーだったらこうなるの、形が、ほう、え、それブルーベリーって言うの、ピーチじゃね、あ、トランプのね、トランプのあれ で、ね、そう、ピーチがハートなの。でもダイヤとかよくわかんないよねと思いながら見てた。確かに、なんかね、もんじゃ屋さんではこうやってやってたという。でもこれちっちゃすぎて無理。でも一生かかるこれだと。あのプリキュアのフレッシュの好きなのは、あの変身し終わった後の突起する足が立たんっていう。何そのなんかよくわかんない吹奏楽部ならではの気をつけられる音みたいな。え、違う、なんか2歩同時に降りるんじゃなくて、あの左右片方ずつ降りるの、うん、あれが大好き。私、初代プリキュアの好きなところは全部素手で戦うことです。マジで素手で、全部確かに、確かに途中から武器出てくるもんね。うん、なんか途中からこうなんか武器で戦うの、うん、戦っちゃうもんね。あいつ素手でこう、こう二人で手をパンパンって取り合って、こうやって走ってって二人で殴るもん。こんなん強いやろ。二人三脚。だからあの、プリキュアオールスターとかの映画の戦闘シーン、最後の一番大事な戦闘シーンとか見てると、初代とかだけめっちゃ手で殴りに行ってる。けど他のプリキュアはなんかこう武器とかなんかビームとかやってる。あとなんかね、まあ、ちょっとずるいよね。このさ、オールスターの主役だけ剣士に跳ね始め、うん、なんかずるいよ、ね。なんかレベルアップするよね。うん、ダメだよ。初代が一番強いんだよ。素手だからね。ごめんね。あ、それ出てる。ライチに咲く一輪の花。名前は？今日何？プリキュアの話してごめん、盛り上がって、おもろい、楽しい。ちょっともうプリキュアの話一番盛り上がる。めちゃはい、だって作ったから中に
ダバダバダバって。わかりました。うん。どう？お、いいね。もう一杯ぐらい行っちゃおうか。てか、だって2回もあるからね。駅だけで言うと。さあ、もうちょっといけるんじゃない？2回目が多くない？そうするとなると、そう。でもね、キャベツがね、結構ちしる。オッケー。じゃあ、それでいこう。オッケー。じゃあ、ちょっと一旦待ちやね。キュアブロッサムとかだったよ。え？ほんとに？でも確かに他のはなんかキュアレモネードかわいいのに、キュアレッドなわけないか。扱いどっちね。キュアレッド。お腹空いてきた。みんなもんじゃしていないよ。みんなもんじゃいけないわからん。うん。空いてるでしょ、どっか。空いてるね。空いてないかな。それかもんじゃ作っちゃいない。そうだよ。あれスーパーになんかもんじゃ作れるあれあるよ。キャベツとか具材だけ買えば、あとなんかこうお家でこうなんか液体はやってあげるよみたいな。いいよ、液体が。君、うちらこの前に、ね、牛タン食べてみる。これプレートでやってるからなんか大量のキノコとか食べてるの。愉快でしょ。その後にもんじゃですよ。私今日この日のために朝ごはんと昼ごはん軽めにしたから。マジ？私昼ごはん本格食べた。あれ？本格屋さん行っちゃったよ。一人でさ、お昼さ、ちょっと時間空いたからさ、栄養ショップとか、整骨院までの間が、暇になってさ、ご飯食べよう。でも誰もなんかいなそうかな。一人で食べよう。それで、とんかつ食べた。マジ重かった。美味しいんだけど、本当に無理。最後ら辺きついよね。うん、しんどい。あの、さっきででよかった。さっきですくな。しゃあない、その時は。いや、とんかつってカツ丼か迷ったけど、カツ丼さ、たまに弁当で来るじゃん。確かに。ほっと思ってなくて、うん、だからとんかつにしようって。しかもね、あれと迷った。この前で中華料理って迷ったんだけど。あー、はい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 。しかもそこのなんか麻婆豆腐か、うん、なんかな豚肉のオイスター炒めみたいなこと迷ったけど、なんだかんだやめたよね。わ、なんかすげえの来た。タカさん、なんか2万円のフライ鍋と。ありがとう。フライ鍋と何どんべ。すごい、すごいいっぱい。ありがとう。いいよね、でも。あ、妹ちゃんのタワー、これ妹のタワー、妹のタワー2万円のやつくれんの。じゃあ、リナの時は10万のやつくれくれるんだ。キャン。そう、今日は妹ちゃんの。そうだよ。あ、ちなみに明日は私のいとこの誕生日だよ。あ、あれだよ、あの配信にちょこちょこ遊びに来てた子だよ。大変、みんなお祝いしてた。たまにコメントしてた。あの子、明日誕生日だよ。ガチで。三ツ矢サイダーなんだから苦しい。ベビースター入れてない。鶏天せんべいでも入れてみる。あ、美味しそうではあるよ。美味しそうではあるよね。もうちょっとでもいいんだ。もうじゃ久しぶりに食べないわ。うそ、ぴょーん。マジよくした。でも、もうじゃとおこげが美味しいよね。全力で焦がしに行こう。全力で焦がしに行こう。ベトーってこうプレートにつけて、全力で焦がしに行こう。今回はね、最初は普通のもんじゃ食べて、その次に明太チーズを入れます。楽しい。三段四段もあるんだけど、三段四段まではあるんだけどってなってくるとね、キャベツをみじん切りしなきゃいけなくて、ちょっと歩いて寄りにさせます。任せろ。セロリ、セロリ、頼む。めちゃん親族12月まで。そうだよ、だってあと思った。だってあと多い、ね、結局誕生日、私の誕生日とおばあちゃんの誕生日が一緒でしょ。あー、だからまずその時点で4人だし、誰かいたんだよな。ママの妹さん、うん、の誕生日12月すごい10日とかじゃないですか。逆にさ、他の家族は何月生まれ。ママとニコシタが8月、うんうん、パパの弟といとこのママも8月、うん、なんか固まってるね、みんな。弟5月、パパ4月、うん、おじいちゃん、おじいちゃん4月おお、なんか固まってるね。4月、確か4月か7月。すごい。いや、4月かな。なんか固まってるね。固まってるね。すげえ。そう、結構ガッチリ。あ、で、いとこの弟ちゃん、うん、弟くん11月いや、すごい、なんか分かれてるね。な、8月か12月か4らへん、うん、見てくる。見たら、よりすごい、より燃えてるみたいな。熱いよ。
バカなの。そんなシンプルじゃない。ウータの弁当箱変えるの。変えてもでも同じようなあれかな。確かに思った。全員覚えてるのすごいね。多分ね、間違ってたらごめんって感じ。私は私だけ離れてる。見てごらん。美味しそう。やばいやばいやばい。一応田中家も言っとくね。お父さんが1月で、お母さんとお兄ちゃんが3月で、私が8月。お父さん1月なの？お父さん1月。みんなお祝いしに行こうかな。ああ、喜んでくれると思う。本当、お父さんみんなの存在分かってる。知る知ってる。あの子はいい子やって言ってた。やったー。やったー。あの子はいい子だって。ありがとう、よりパパ。LINE 交換しよう、パパ。でもね、そう考えたらりなさん、あれなんだよな。お母様方がこう配信見に来てくれてたりするけどね、連絡先交換はしてないんだよな。うん、普通はしないんだけど。まあそれ別になかなかしてないかな。でも一回うちのママ経由でいおりのママに、いおり今何してますかって連絡したことある。めっちゃめっちゃ、うん、いおりが本当にリハに来なくて大遅刻した時に、なんかあったね。とりあえず一旦いおりのママに聞いてみるかと思って、いおりのママ連絡して持ってないから、りなのママにちょっといおりのママにちょっと連絡して、いおり今何してるか聞いてって言って連絡してもらったけど、いや分かんないってなって、それ分かんないよね。ごめんなさい。そうだよね、ごめんなさい、マジごめんなさい。いや、なんか連絡先はさ、知ったとして、別に知るのがダメとかじゃなくて、知ったとして連絡することがないんだよ。まあそうね。例えばこう泊まりに来るとかだったらさ、うちの丸々がよろしくお願いしますとか連絡あるかもしれないけど、今回あんまないんだよ ね、 よね、うん、分かんなくていいです。ごめんなさい。美味しそう、美味しそう。ちょっと一口味見しますね。あ、これは味見だから、ね、もうなんか多いけそうじゃない。うん、アドレスポンポンさん、ありがとうございます。うん、うんふん、うん、うんふん。あ、ちょうどいいかも。うん、美味しいですわ。もうちょっと濃くてもいいけど、でも美味しい。うん、もうこのぐらいがちょうどいいかも。うん、後半きつくなりそう。うん、牛タン食べた後ですね。そう。アロワさん、ありがとう。今回はもう早くない、うん、シンプルもんだ。次が明太チーズだから。楽しみ。うん、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 食べちゃって。美味しい、美味しいよね。私前髪がもう終わり。でも私まで結構終わってる。なんか最近これになる。暑いけど食べたいから食べる。うまっ。うん、うん、なんか手伝ったの。うん、ちょっとだけ。基本私洗い物してくれました。うん、お玉だけね。私がでも基本入れないのよ、キッチンに人を。お客さんとして呼んでるわけだから、一応あんま入れたくなくて、だからずっとキッチンの真ん前で立って喋ってる。私のお話し相手してくれるの。あと今日はたまに、今日一回だけおじいちゃんがお皿洗ってる時に腕まくりに行った。はい、おじいちゃん帰った。うん、うん、そう、そう、そう、やばい、今、火を落とした。じゃあ、ひっくり返してみようかな、いつのこと。お米でした。お米でした。そう、もうケーキさ、立ってたから、とりあえず後ろに行ってきます、明日は。やばい。あ、そう。あ、落とした。あとって拾う。ん？
違った。うん、うん、うん、OK、 あくない、うまい、あく、うん、うん、うん、私も明日目撃者のリシュレン行ってくる。ちょっと時間かかりそうだね。うん、私は16日なんだけど2回目なの、半年ぶりの2回目なの、ほぼ初出演。それを聞いて私も半年ぶりというのね。そうなんだよね、やばいよ、生誕祭だから。そうなんだよ、16日当たった。おお。ワクワク。でも火傷してもさ、熱いのって食べたくなんない。後から後悔するけどね。食べてる間はさ。でも喉やけどしたら結構辛い。マジ喉はないかも。まだ一回茶碗蒸しでやった。ゴクッて飲み込んでる。あちーん。うちの中はあるけどね、喉までは行ったことないな。喉は無理だね、逃げられないね。口はなんか逃げれるじゃん、頑張ったら。マジでやばかった、本当に。危ない、今喉行きそうになった。危ない。喉やりそうになった。危ない危ない危ない。16ダメだった。このピーマンなんかいっぱい DMM のカメラ見るね。いや絶対そんな余裕ないと思う。うん、それは思った。私もごめん、多分 DMM のカメラ見る余裕ないかも。ごめん、ほぼ初出演だからさ。まあでもやだな、頑張ってさ DMM のカメラ見る余裕ぐらい生まれたいけど。でもね、多分ね、でも時間あるから。そう、まだ時間ある。頑張ろう。時間ない、やばい。あっき、でも見たんですよ、リハ V、 フリー V 見たの、目撃者の、うん、あっちで覚えてなかった。うん、私が今できるの美しきもの、うん、美しきものなら今ノリノリでできる。今ならね、マテンローのあの感想とかアウトロとかイントロの振りできないもん。待って、マテンローの感想なんだっけ。やばいよ、もううん、じゃあなんかこうやつ、ああ、あとこうやって飛ぶやつと、そうそう、あとなんだっけ、あの感想の振り、なんかこんなことする振りあるじゃん、なんだっけ、中盤、ああ中盤だよね、中盤じゃない、あ、アンコールじゃない、アンコール、あ、じゃあ愛をくれた、あ、そうか、あれもね、びっくり。あと雲のやつの感想もあるよ、雲、うん、アイムクライン、うん、うん、アイムクラインはね全般的に苦手。もう入る時から苦手だもん、うん、もうあれから苦手だもん。チャチャチャってしてるさ。足踏むことが多いからさ。ニュースカートの良さ出たいね。うん、出たいね。こういうの一回ぐらいやってみたいね。うん、あの衣装が着たい。ビーズのような星の光よ。ね、これ痛いんだけど。ね、待った、え、結構結構いってるね。そう、なんか気づいたらできてたんだよ。朝起きたら。結構ちゃんと引っかいてるね。うん。痛い。泡で洗うの痛いの。うん。
でもちょっとかさぶたにはなってるね。だ血が出たとか見てないんだけどね。ああ。でも結構しっかり引っかいてるね。かゆかったか。一秒前そこにあっても。皮膚科行った私今日。そう。第二陣バカ多いかもしれない。皮膚科って時間かかるかなと思って。ディナス16時過ぎに会おうって言ってたじゃん。違います。18時か。だからまあ皮膚科行った後に買い物とかプラプラしてたらちょうどいいかなと思って14時過ぎに行ったの。うん、早くない？皮膚科って結構待つからさ。うん、そんなもんかなと思って行ったら10分で終わった。はいや。いや、お薬もらうだけ。うん、診察してお薬もらうだけ。診察待つの長いかなと思ってたの。みんながさ、うん、ちょこちょこメンバー行くってやっぱニキビ系なの。そうそうそう、の悩み。そう、なんかニキビが、私はニキビかもう分かんないやつがずっと治らなくて、うん、しまいにはもう乾燥してなんかどうにもできなくなっちゃったから。かわいそうね。そう、ちょこちょこ。そう、だから今日皮膚科に行ってきた。あとモアリップ買った。うん、最近唇がすごくてさ。いや、それ何言う。いや、でも私もめっちゃね、なんか弱っちいの。今リナとキスしてみる。すごいぞ、ね、見てみた。でもそう、痛い、痛いよね。痛い。モアリップ買いに行く。モアリップいいなって思った。そう、なんか最近復活したよね。うん、ところどころリナの適当に切ったなんかでかいのがおるけん、ちょっと潰して。楽しくこうやってする。なんかもんじゃとかチャカチャカチャカするよね。本当はなんかね、リナがこの前いたもんじゃ屋さんはチャカチャカしてみじん切りだよね。なんかその前さ、お母さんとお兄ちゃん食べに行ったのよ、うん、誰ももんじゃの作り方知らなくて、うん、私ぐらいだったの、行ったことがあるの、うん、全部一人でチャカチャカしたら次の日腕筋肉痛になってるもんじゃでもんじゃで腕筋肉痛になってもんじゃでってなんか嫌だね、うん、自主練でさ、うん、かっこいいよね、うん、もんじゃ焼きで筋肉痛になった。ダサいな。頑張ったんだけどね。頑張った結果だよね、うん、筋肉痛。そういうことだよ。ニキビたくさんできた時、皮膚科に行ったら青春の証とか行くの病気だからって言われたの思い出した。そりゃそう。逆に青春の証だと思ってる人いないっていうね。治せるもんなら早く治したいもんね。うん、まあ、20歳過ぎたら出来物っていうじゃん。出来物。うん、出来物じゃ。私でも大人ニキビだよ。いや、大人ニキビって言ってる、うん、大人ニキビって言って、お願い、吹き出物とか言わないで、泣いちゃう。でスチーマー、私大地の画面から見たらやった私ですごい潤って帰れるじゃん、潤、ね、って帰ろう。そうそう、さっきモンテツ世界版をちょっとだけやったんですよ。あ、そう、すごいね、なんかね、到着したらその国によってなんかハローとか、こんにちはって言われる。いらっしゃいって言われて、ちなみに私が優勝しました、ね、コンピューター対寄りたいヒジリ。そう、実はさっきまでヒジリ、今やられたんだよ。いろいろあって帰ったけど、うん、予定がね、明日公演だしね。公演だから、楽しかったね。すごかったね。うん、すごかった。なんか豪華だった。しかもなんかちゃんとなんかカジノとかったね。あった。カジノ負けた。5000万かけて負けた。カジノついたけど、かけれるお金なかった。かわいそう。結構な一人勝ちました。うん。だって途中で私たち全員の持ち金全部リナチが持ってったもん。そう、なんか、何だっけ、坊主が、坊主の一人勝ちじゃなくて、なんかそんな感じのなんか、そういう感じのカードで。そう、私たちの持ち金は全部リナチの持ち金になって、で最後ずっと赤ちゃんベイビーボンビーってしてみた。でも言うてさ、ボンビー一番ついてたの私なの。そうだよね、私だって可愛いもんね。可愛いって。しかも時間なさすぎて2年でやる。2年だから。2年って何。すぐ勝敗ついた。
から私ぶっ飛びしまくったよね。2年しかないんだからと思って。今回でもあれだよね、よりがその移動系のカード多かったよね。多かったね。サイコロ2つとか3つとかが多かった。でもさ、最初場所言われても分かんないんだよ。そうなんだよね。どこどこってなんか距離感分からん。そう、なんとなくこっち方面に行けばいいのかなっていうのぐらい、うん、でもどんぐらい近いかとかよく分かんない。分かる。なんか意外と大きめの土手ってそういう気が持った。いいじゃない。どうかな。結構今回いっぱいあるからね。ね、いけ、いきます、いけ、いきます。チャラ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 。絶対破れるじゃん。そーれな、もう分かってんのよ、うん、拡張拡張、うん、でもあと 2.5 ぐらいあるそれで言うとね。あでも全部入れるよね。全部入れないとさ、だよね、これだけのこれでも全部入れたらやばくない。全部入れますよ、もう。あ、でもでもでも、まあ、そんな思ったより大洪水はしてない。いや、ちゃうよ、これ崩した後よ、問題は一旦ちょっとポーチ、うん、蒸発。こんばんは。うん、もんじゃ2ラウンド目です。2ラウンド目は明太子とチーズが入ります。あ、それそれ、坊主丸儲けカード、それだ。それで最後私一人だけなんか10億ぐらい。そう、2年で10億、まあまあすごいと思います、ね、私でも2位だった。スリの銀次いた。私スリの銀、そういえばスリの銀次も私来た。本当だったね。4分の1取られた。なんかアライグマ出てきた最初。なんか最初ってかリナチ結構なんかね、ボコボコに、うん、されてたんだけど。でも、ね、お金を持ってたの感じ。そうゴール1回した時に虎に翼カード持ってたから、お金は持ってたんだよ彼女。お金は持ってたの。だからなんかボンビーからこうカード勝手に買われたりとかしても全然なんかほら買ってこい買ってこいそう、大富豪だったの。そのぐらいのあれだったからだって5000万のカジノできちゃうんだよ、うん、一人だけカジノ楽しんでたからねでもね、カジノひどいんだよ。だからね、なんか演出とかでさ、例えばこう最後のマスでさ決まるとかあるじゃん。そんなんじゃないの、うん、シャンもダメやんみたいな見た感じもどう見てもダメやんみたいな。もうちょっとなんかこう楽しませてくれよみたいな。早かったよね、うん、あれ分かりが早かった。すごいよ、もうより、うん、タポタポだよ、タポタポだね、もうすごいよ。なんかもたもたなんか違う食べ物見てるみたい。なんだろう、チーズとかも明太入れたら変わる。変わるうん、明太これ1本で足りるよ。これ足りるんじゃない。2本入れてみる。足りるよ。足るかな、うん、2本入れたらさすがに味濃くなりそう。でもともとは甘くないよ。あ、まあ、そっか。どうする。かウスターを増やすか。あ、確かにそっちの方がいいんじゃない。ウスターを増やしたい、うん、オッケー、ウスター取ってくる、ね、いいの。これ何、これマジでもったマジで何これ。変なのできたんだけど、なんかでけえ餅みたいなデザートね、実はあるの。食べれるか分かんないけど、アイス食べれなかったら置いて帰る。あ、すごい、あーすごい、片付けが変わっちゃった。配信だとは思えないぐらい真っ白け。じゃあちょっと最後足しますよ。イエス、はい、混ぜます。マジで何これ、何だろうねこれ。美味しくなさそうだね。そんなことじゃない。あんなにこの美味しかったな、うん、でもきっと美味しいよ。だって次は明太とチーズが入るんだぜ。そうだよね、絶対に美味しいに決まっている。このコードが焼けてきた部分のこれを剥がしながらこの中と混ぜていって、そしたら多分きっといい感じなもんじゃさんになるんだと思う。放置してんですね。はい。だってもんじゃから出る音してないもん、うん、ポコポコ言うとるもん。でもなんかポコポコしてる。スモークエンス、確かにどうぼう言うかもでなければいいの。
かっこいい。シュワーッ。鍋パしたいね。鍋パ。わ、いいな。鍋パしたい。鍋パ、何鍋がいい？私ミルフィーユ鍋。私ミルフィーユ鍋食べたい。え、ないの？食べたことない。食べてみたい。本当に食べたことない。本当にないミルフィーユ。本当だ。ガチでないミルフィーユ鍋。ミルフィーユはね、うん、あのポン酢で食べるのより今は白だしで作ったやつの方が食べたい。食べたいです。食べよう。しかもちょっと最近白菜安くなったし。本当？ちょっとだけ優しい値段になった。全然気にしてなかった。ちょっと気にしてもやしばっかりです。なんか食べ物は気にし、うん、あ、確かになんかこう例えばチーズがめちゃくちゃ高いチーズがとかじゃなくて、うん、そうじゃないけど野菜とかは、うん、本当に。どっかってなるまではあんま気にしないようにしてる、うん、てかって、うん、食べないと、うん、死ぬ私はもうあー大変だーっつってもやしもやしなんか食べてたの、いやよかったね今日キャベツ食べれてもんじゃで、だから鍋の具材がもやし、しめじ、えのき、やばい、木綿豆腐、豚肉。豚肉だけは冷凍のがいっぱいあるんだよ。あー、びっくりした。草増しばっかじゃんと思ったら、うん、ちょっと豚肉はみんなやばいよ、よりがよりがみんななんかもやししか食べてないけど、リアルもやし生活だよ。そう、それでやってた、鍋やばいよ、うん、私逆にもう食費しか削れるとこはないと思って、一人の時は食費削っちゃう。あ、誰かとご飯食べに行くとかは気にしないけど、一人ならいいやと思っちゃう。そうだからキュウリも高くて買ってないの。こんなアイドルでごめんね。なんか悲しいよね。なんかごめんね、こんなアイドルで悲しくなってきたり。エンゲルケース聞いたことあるの。すごいね、もう沸騰しちゃってる、うん、すごいマジで。いつ明太入れる？明太はギリに入れておこう、ね、じゃないとないよ、まあ、完全に焼けちゃって味しなかった。あ、そういうこと。あと今ちょっとペロッと食べてみたけど、うん、もうちょっと入れてもいいかな、うん、量多かったし、そもそも混ぜます。お頼みます。うん、混ぜます。こんにちは、 HKT48 です。多分今度の大分イベントで言うであろうセリフ。あ、練習しよう。あおりなんて言う、今日は FM 大分少し早めのクリスマスパーティー合ってるこれクリスマスイベントに、アートもいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。なんと今回はですね、うわ、HKT48、 私たち HKT48、はい、5期生でやってまいりました、うん、はい、トークショーと、ミニスペシャルミニライブをしていただけるすごいミニということなんですけども、はいはい、なんと今回はなんとなんと私たちから抽選でクリスマスプレゼントをあげちゃいます。はい、こちらはですねFM 大分さんの公式ツイッターをフォロー、ね、そして、このプレゼント企画の、ポストだね、ポストをリポストしてくださった方が方対象になってます。お、皆さんもうしてくれましたよね。イエーイ、はい、ということでこの後、はい、トークライブの途中で、はい、この抽選会は行いたいと思います。ごめん、これマジで知らんけん。知らんよ、本当に知らんけど、勝手にマジで勝手に言ってるだけだから、うんうん、正直何も知らんよ。マジ何も知らんから、うん、全然何も決まってないから、うんうん、それですね、ただそのイベント、それがあるっていうのは知ってる、うん、12月の、ね、10日にそれがあるってことだけは知ってる。プレゼント企画があるっていうのは、うん、でもこのトークショー中にやるのかどうかは分からん、うん、ということで引き続き楽曲に参りたいと思います。はい、聞いてください。ダンスの弦てて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 て
ハンちゃんタンス持って登場、ね、タンスのキャスター取れる。ハンちゃんタンス担当が今回出演、知らんけどタンスの、そしてタンスのキャスター取る、デジャブ。何やるかな、何やるかな。私君はもっとできるのセンターやりたい。いいじゃん、外したおしまいだよね。君は君はもっとできる。そしたらもうそっからさ、おのおのアレンジ入れていこうよ。りなちがあ、りなちやばいと思ったらもう、でも最初歌うのもだとしたら出しないよね。なーにーをためらうとか言った時はみんなねノリで行こう、そしたら途中でシャウトとか入れてノリで行こうもん。2曲目ムカつき、やばすぎムカつき、タラララッタ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 、しんどい、さすがにきびいな、いろいろありすぎてノエルの夜見つめ合うだけでいい、一緒にいればそれだけで愛しい、こんな感じの曲だったよね。あ、もう55分だ、ありがとう、聞いてくれ。え、マジやば、早いじゃん、やばいじゃん、みんな第2弾食べるとか思えないじゃん、ね、残念、ごめんね、なんかごめんね、うちらのただもんじゃ焼くのに付き合わせただけで、ごめんね、一回もんじゃ混ぜてくるね、ここにすぐもんじゃ混ぜたがる人がいるから。でももんじゃ混ぜるの楽しい、このなんか綺麗に剥がれてる感じ、混ぜないとね、焦げちゃうよね。あとなんか最初より結構水気なくなった、うん、もんじゃらしさが出てきた、そう、カピカピになってきた。その原因カップリング曲で見られるでしょうし、うわそれ結構 HKT のファンの人しか集まらないもんね、びっくりよ。そうだね、何がいいかな、ダンスの原とテレレッテ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 、みんなでさ、プリューみたいに椅子に座ってさ、ミッサン何かの恋のオルゴール、素敵な真夏のメロディー、あの高いやつも入れようよ。あれ。あいいじゃん。白い台に立つのもある。ちゃんと顔。エンディング予選もあるんでしょ、ちゃんと。最後ね、最後。ふーってみんな言ってる。ちゃんとやるから私。やろうよ。ランキングやめます。ちゃんとハモるからね。13ひしみらこうさん、ありがとう。12マンチクさん、11グッサンさん、10ガロウさん、9位タッチャンさん、8位キャさん、7位タッチちゃん、6位ナナミンちゃん、5位キタさん、4位シンジちゃんさん、3位バウチさん、2位ハルミさん、1位サコさん、ありがとうございます。ありがとう。長方形の旗持ってきてくれる、最高じゃん。やったやった。でもあれすごいんだよ、私もだからあれ、ま、できるようになりたいの。私もなんかフェイクみたいなやつ、普通にすごいよ。だって自分のだって日本語じゃない歌も歌ってる、そんなすごいことできないよ、うん、ラップとかできないもん、うん、私のラップ聞きたいかおよう。エビでタイタイ釣ってみたいタイタイタイに行きたい私タイに行きたいだったからね、しかもタイ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 しかできないよタイに行きたい、盛り上がりたい、それしかできないもん。13位翔さん、ありがとうございます。ダッチャさん、ありがとうございます。11位ラミ、ありがとうございます。10位リンク、ありがとうございます。9位スミさん、ありがとうございます。8位翔さん、ありがとうございます。7位リクロチックさん、ありがとうございます。6位フランさん、ありがとうございます。5位ニャンコ先生、ありがとうございます。4位焼きごじ、ありがとうございます。3位ジョージローさん、ありがとうございます。2位ペンテコちゃん、ありがとうございます。10位タカさん、ありがとうございます。ライブでやってほしい。あの、分かった、任せろ、それまで練習しとくから。じゃあ皆さんおやすみなさい。このもんじゃ食べたら私たちも寝ます。寝ます。バイバイ。バイバイ。おやすみ。